んどうもこんにちは、チャンダルムと言います。こういった長尺の動画でお会いするのはお久しぶりですね。最近はライブのサポートやらレッスンやらでこうありがたいことに忙しくさせていただいておりまして、なのでショート動画だけでもって感じでちょっと最近は投稿しておりました。ただですね、ショート動画だけだと解説し足りない部分が結構ありまして、なのでできるだけ長尺の動画でしっかり解説したものも投稿していけるように頑張ります。で、今回はですね、ベーシスト村のみんなもお話ししていた普天を使ったリズムについてお話ししていきたいと思います。普天を使ったリズムはこんな感じで、こんな感じのターたターたって感じのリズムですね。これを自由に使えるとリズムに立体感が出て、うねりのあるグルーブが出せるようになりますので、ぜひ最後まで動画をご覧いただいて、普天を使ったリズムを習得してください。それでは解説に行きたいと思います。はい、まずはですね、とりあえず普天を使ったフレーズを聞いてみてください。まず普天とは何なのかと言いますと、楽譜で言うとこういった丸い点がついているものを言いまして、四分音符につくと普天四分音符、八分音符につくと普天八分音符というものに変化します。まあ、正直名前は、覚えなくてもいいかなと思うんですけど、重要なのが機能でして、これがつくとですね、元の音符の長さを 1.5 倍にする、こういった機能が普天にはあります。なので普天四分音符は四分音符プラス八分音符の長さ、普天八分音符は8分音符プラス16分音符の長さ、こんな感じになりますね。例えば4分音符にこれがついて普天8分音符になった場合はですね、普通の4分音符はタタタタなんですけど、普天4分音符だとタアアンタアアンって感じで、手を叩いた瞬間よりも少し伸びるんですね。これが 1.5 倍になった普天四分音符になります。で、こうやって言葉でいろいろとお話ししてるんですけど、頭で理解するというよりも体で覚えちゃった方が絶対にいいです。聞いてる最中にここで普天四分、ここで普天八分って考えて弾くことってまずないと思いますし、とっさにフレーズで出てくるようにするためには体で自然とリズムを捉えられないと無理だと思いますので、なのでこういったですね、普天のついたリズムを多く使ったフレーズを意識的に練習してみてください。そうすることでリズムが体に馴染んで、最終的にはとっさに意識せず考えないでフレーズに出てくるようになると思います。はい、ここからはですね、練習に使えるフレーズをご紹介していきたいと思います。まずは普天四分音符を使ったフレーズをご紹介していきたいと思います。一つ目のフレーズはこんな感じです。そして二つ目のフレーズはこんな感じですね。はい、まずはですね、こういった簡単なフレーズを何度も繰り返し弾き続ける、こういった練習をしてみてください。考えて弾くのは慣れてからでいいと思います。普天のついたリズムは意外に慣れてないと難しかったりするので、まずはゆっくりから BPM 80とか90とか、それぐらいゆっくりから徐々に慣れていったら速くするような感じで練習してみてください。続いて普天8分音符を使ったフレーズをご紹介していきたいと思います。まずは1個目こんな感じですね。そして2つ目のフレーズはこんな感じになります。はい、普天8分音符はですね、ファンキーなフレーズを弾くのにめちゃくちゃ重要なリズムになりますので、皆さんぜひ習得しておいてください。はい、普天を使ったリズムの解説とその練習フレーズの紹介は以上になります。いかがだったでしょうか。フレーズやベースラインを考えるときにメロディーに注目しがちなんですけど、結構リズムを変えるだけでおいいじゃんってハマる場合が多いので、なのでどんな音を使うのかだけでなくって、どんなリズムを使うのか、こういった点も考えられると、いいベースライン、いいフレーズ、いいグルーブが作りやすくなると思います。このような形でですね、ベーシストにとって役立つ動画を投稿していきますので、皆さんチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。それと X や Instagram では短いフレーズの動画も投稿しておりますので、皆さんそちらもぜひフォローしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。